ホッケーの試合中の様子ホッケーはチームで行われるスポーツ競技の一つ。二つのチームに分かれて、先の曲がった棒でボール、またはパックを誘導し、それを相手チームが守備しているゴールへ入れるのが目的。一般的にホッケーといえばフィールドホッケーを指す。漢字ではつえ玉と表記される。芝のフィールド上で行うホッケー。他と区別するためフィールドホッケー。 グラスホッケーと呼ばれることもある。主に、インドやパキスタン、アフリカ諸国、オーストラリアなど、旧大英帝国領で盛んなスポーツ。また、オランダも競合国の一つ。カナダやアメリカでは、フィールドホッケーはあまり一般的ではなく、ホッケーといえば、アイスホッケーを指す。フィールドホッケーは11人制だが、コートを3分の1から4分の1の大きさにして1。 チーム6人で行うフィールドホッケー。日本における主なプレイ層は、小中学生である。室内で行うフィールドホッケー。2005年の IOC 公演、ワールドゲームズデュースブルク大会から公開競技として実施されている。アイスリンク上でスケート靴を履いて行うホッケーのこと。気候の寒冷な地域で盛んなスポーツ。雪上でレッツと呼ばれる。 ミニスキーを履いて行うホッケーのこと。北海道で発祥したスポーツ。ローラースケートを履いて行うホッケー。インラインスケートを履いて行うホッケー。ローラーホッケー系とアイスホッケー系の2種類がある。前者はインラインローラーホッケーとも呼ばれ2005年の IOC 公演ワールドゲームズデュースブルク大会から正式種目となった。木製のフローリングをコートとして 競技を行うスペシャルオリンピックスオリジナルの競技として出発しており徐々に一般層に浸透してきている発祥の地はカナダであるアイスホッケーとリンゲッティリンゲッテという2つのスポーツが元とされアイスリンクのできない地域でもできるようにとスペシャルオリンピックスがルールを独自に考案して生まれた当期の公式スポーツ競技である2005年2月に 長野で開催された2005年スペシャルオリピックス冬季世界大会では大会競技中最大の49の国と地域800人を超えるアスリートが参加したフィールドの表面に空気を送るための穴が多数うがたれており浮き上がらせ抵抗が少なくなっているパックを打ち合う東京フレンドパーク2のハイパーホッケーで有名となりゲームセンターに置かれていることが多いありがとうございます